ではメガモンスタートロルと戦いたいと思います。オートプレイでやりたいと思います。後でもいけるんですけど、ちょっともう少し早めに倒したいと思います。そうですね、ここら辺はバギマやって、あとここら辺が、バイシオン、バイシオンをかけて、力をかけて、結構ダメージ食らったね今。ここら辺はこれをやります。ここら辺は普通に、バギまで行きます。またバイシオンでやります。やりますので攻撃力を上げます。時間がないですね。ガンガン攻撃しないとやばいですね。時間がないんで。ガンガン攻撃してます。多分あと4分ちょっとなんですけど、多分これでもいけると思うんで、ガンガン攻撃してます。初トロルなんで、まあね、ドラゴンは倒しようと思うんですけど、まあね、ドラゴンに比べると相当弱いですね。でまあ自分的には今もしかしたらゴーレムも倒せるかもしれませんね。まあ、ちょっとやってみないとなんともわかんないんですけど、多分大丈夫だと思うんですよね。あと3分、まあ多分大丈夫だと思うんですよね。倒せると思います。もうちょいだ、もうちょいですね、もうちょい倒せそうだ、よし、もうちょい、あと一歩。よし、倒した、初トロル倒しました。
どうだ、 C か、 SOC ですよね。今回はドラゴンメガモンスタードラゴンです。で、今回はね、3回目になります。一番最初は本当に弱い時に、戦ってしまって負けました。で、2回目の時はペアで参戦してくれた人、がいたんで、そちらの方がほぼバイシオンなどで攻撃上げて、ダメージ与えてくれて、結構自分はあんまり何もせずに倒せたんですけど、で、今回はね、3回目のドラゴンになります。で、今回はね、自分も転職いっぱいして、で、防具、武器、強化して、で、かなり、倒しやすい、力状態になったんで、今度はね、ほぼ自分で倒すっていう感じで参戦しました。で、まあほぼほぼね、まず負けることはないんで、ただ時間がね、どれぐらい早く倒せるかって感じなんですけど、で、あとはね、こちらで倒すまで、結構時間かかるんで、こちらの方をご覧ください。
Thank you.
そろそろですね、そろそろドラゴン倒せることの頃になりました。あと一撃ですかね。そうですね、これ参加してくれた方もいるんで、そちらの方に、ありがとうございました。まあ自分もね、まあほぼ自分が、メインでやったんですが、やっぱ参加してくれた人のおかげで早くドラゴンを倒すことができました。無事倒しました。でドラゴンの心はどうだ。 D だ。 D かしょうがねえな。で今回も、ご視聴いただきありがとうございました。で自分の、YouTube チャンネルの登録の方もお願いします。